女子力ステップアップバラエティビューティーパークプレゼンツレギュラーのお楽しみ会イエーイさあ始まりました。司会のレギュラー西川でございます。よろしくお願いいたします。はい、そして松本です。よろしくお願いします。どうもどうも、やってまいりましたよ。はい、湯浅教授。いや違う違う、江戸春美ちゃんの前ね。そっちか、湯浅教授は首振るやんか。いや、そっちなのかな。江戸ちゃんやん、振らへんのは。江戸ちゃんの方ね。間違えてるわ、西川さん。すいません、申し訳ございません。さあ、この番組は日本最大級の美容室ヘアサロン検索サイト、うん、ビューティーパークさん提供、女子力が上がる企画が盛りだくさんの番組でございます。おさあ、そしてですね、この番組を一緒に盛り上げてくれる BP ガールズのメンバーでございます。よろしくお願いします。はい、あれ BP ガールズで徐々に少なくなっていってる感じがすんねんけど、あのね、回を重ねるごとにメンバーが減っていくという怪奇現象がね。最初何人やった？5人やんな。5人今日2人やで。今日はもともと3人来る予定だったんですけど、あのアナウンサーのね、倉林さんが、そう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 、今日急遽39度の高熱を出すという。そうですね、そうですよ、急遽欠席ということ でせめて来た2人はもう服をかぶらんといて髪の毛の長さもなんでかぶんの、そんなに。なんかね、もう本当に、2人で今日は頑張ってお願いしますよ。お願いしますよ。お願いします。さあ、そして本日のゲスト、なんと今話題のあのグループから来ていただきました。あら、来た。アイドリングから三宅ひとみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。いやいや、お美しい方でございます。やっぱなんか、やっぱ透明感がちゃいますね。なんかね、うんうん、BP ガールともう全然違いますから。やっぱこう、ここで切られちゃう。やっぱ並んじゃうとさ、やっぱり、なんやろうな、そう、出てまうね、うん、ちょっと出てまうな。出てまう。いや、くすんでる。くすんでるとは言わんけど。もう来ない、もう来ない。いやいや、もう来ない。なんやろうな、その整い方というかさ、そうそうそう、質が違うわ。悪口になってきた。所作が違う。所作が違う。所作が違う。いやいや、喋り方とか、その何、一個一個の動作が全部違う。雑なんだな。やばいな。雑というか、なんかね。三宅さん、こういうバラエティ番組、初めてじゃないでしょ、でも。何回か。ですね、ちょこちょこ出させていただくんですけど。ええ、緊張しますね、やっぱり。そう？聞いたことないで、俺らが出てるやつで緊張してるっていうの。そうですよ。みんな全然緊張してるって楽しくな。楽しくやってください、ほんまね、ワイワイ。好きなこと喋って。好きなこと喋ってください。お願いいたします。はい、まあまあ、せっかく今日アイドリングからこうやって来ていただいてるわけですから。ニュースなってましたよ、最近アイドリング。ね、解散するっつって。最近ちょっといろいろお騒がせしてるんですけど。そうですよね。あの、事実なんですか ね。あ、今なんか発表なんかされたみたいなこと。そうよ、なんかあの、僕はだからニュースで解散するっていうのは、あれはほんまなの？まあ、多分、アイドリング側が発表してるものが全てだと思うんですけど、はいはいはい、まあ、割とメンバーたちは今までと変わらず、な日々を過ごしてます。あ、そう。なんか結構常に、もともと私2期生なんですけど、2期生は3ヶ月って言われてたんですよ、始まった時に。あ、期間限定でやるっていう。そうですね、3ヶ月って言ってずっとね、あの、続けさせてもらってきたので、私も入った時もう1年ぐらいで入って終わっちゃうかなと思ってたので、常に危機感のもとやってきたので。あ、常にもしかしたらいつ終わるかわからん状態でやってたと。そうですね、だから常にもう悔いのないように、悔いのないようにやってたので言うてもアイドリングって言ってますからね。そうやな、ずっとアイドリングしてる状態で、ね、ガソリンなくなってしまいますから。そうですよね。なるほど、いつも本気出すねって話ですからね。そうですね、余力を残してやっぱりね。え、今バタクっていうね、活動の期間はどれぐらい全部で、アイドリングって。アイドリングは自体は5年ぐらいやってる。8年半。8年ですね。今9年目。長いですね。私は今ちょうど7年ぐらいなんです。7年。すごい。え、あの一期生にいわゆる菊池亜美ちゃんがおるの？菊池亜美は同期です。2期生なんです。え、一期生でみんなが知ってる方ってどなたがいらっしゃいますか？一期生今残ってるのは殿岡絵梨花と横山瑠璃花っていう。はい、あ、そうなんですね。亜美ちゃん、亜美ちゃん同期だね。亜美同期です。仲良かったです、一番。あ、仲良かったですって今は分かんのかいな今も仲良いです、ご飯行ったり。